今日は犬の赤ちゃんの世話をするにゃんこ。これにはちゃんと理由があるんです。和歌山県白浜町のとあるお宅で暮らす生後8ヶ月のマリモのもとに、この冬新しい家族が仲間入りしました。一緒に暮らすワンコのベンジーが2匹の子犬を出産したんです。小さな命にちょっと戸惑い気味のマリモ。しかし赤ちゃんがハイハイしてくると、マリモが世話を始めました。母犬のベンジーも子供たちをマリモに委ねます。実は半年前、子猫だったマリモはベンジーのおっぱいで育ったんです。2匹は親子も同然だから、ベンジーの子供たちはマリモの可愛い弟なんです。子犬たちの食事の時間、すると子犬たちと並ぶマリモが、とっくにおっぱいは卒業したのですが、子犬が生まれてからマリモは赤ちゃん帰りをしてしまったんです。子育てを手伝ったご褒美か、ベンジーママは大きな赤ちゃんをそっと見守ります。子犬たちのおっぱいタイムが終わっても、この通りちゃんとお姉さんになれるのかな。15秒前。 I thank you for your smile.